連覇を狙う鹿島に油断はない。試合がない18日、川崎が G 大阪に敗れれば9度目のリーグ優勝が決まるが、大岩剛監督、45、は同日午前にクラブハウスで行われる練習を指揮した後、柏岩田、柏、に出向くことが16日、決まった。鹿島は次戦、26日、に柏戦、鹿島、最終節、12月2日、に岩田戦、ヤマハ、は控えている。指揮官は川崎戦をテレビ観戦するよりも勝利を積み重ねるために時間を費やすことを決めた。クラブとしても、他クラブの負けを祈るは鹿島の精神に反することから優勝決定への準備はしない考え。自力で勝利すれば優勝が決まる柏戦へ向け、同監督は、これまで通り、一戦一戦に準備を進めていく、と話した。